このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、一輝です。戦乱神楽エスティバル VS 百花繚乱記編実況プレイパート13始めていきます。プロボクサーイム、紫を倒せ。なんで紫なんだよ。日陰、今度こそ恨みを果たす。ボクサーパンツの恨み。最終バトルは日陰だね。日陰さんか。日陰さんも辛いけど、なんで紫から行くんだよ。いいけど、みやび見ててくれじゃねえんね。僕の部屋の壁には額が一つかかっている。額に入っているのはボクサーパンツだ。何してんのお前。これを僕は毎朝必ず見ることにしている。あの時の屈辱を忘れないように、怒りの炎を絶やさないように。僕は昔このボクサーパンツを履いて投稿したことがある。もちろん好き好んでではない、たまたまだ。あのね、たまたまでね、ボクサーパンツを履いて投稿する女子はいないと思うんだ。下着をすべて洗ってしまって仕方なく履くしかなかったのだ。誰のボクサーパンツ？どっちにしたってスカートの中のことだから別に誰に見られるわけでもないと安心していた。それが甘かった。日陰が、あの憎き日陰がぶつかってきて、転倒した僕はスカートがめくれ、ボクサーパンツを履いていたことがみんなにバレてしまったのだ。その日から学校での僕のあだ名はプロボクサーイムになった。自分が悪いと思うよ、それ。最近はなんかうやむやになってるけど、そろそろ日陰との因縁もケリをつける時だ。因縁ね。なんだっけ、21歳と18歳。だろう。一応ちょうどぶつかるタイミングなのか。まず日陰を神経王に追い込む。はい。そして動かなくなったところでボクサーパンツを履かせると。今度はお前がボクサーパンツを履く番だ。誰のボクサーパンツだっつうの。すぐに出るもリベンジしたいが、相手はあの日陰だ。念には念を入れておくべきだろう。いきなり戦いを挑む前に何戦か調整マッチをしておこう。もう完全にプロボクサーの考えだね、あんた。よし、それじゃあウォーミングアップだ。プロボクサーでいいじゃん、もう。やってることだから、言ってることがもうプロボクサーの考え方だよね。ウォーミングアップを済ませてからチャンピオンに挑もう。バカかよ。いいんだけどさ、なんかな、それでも僕はやらなきゃいけないんだ。なんで屈辱なんだよ。自分の責任だろう。何？僕は負けるわけにはいかないんだ。そういうことか。どっかの戦士だか勇者かな。どこ行った？いた。どうせ真ん中で戦わせんだろう。あ、ここは来たか。悪の誇りを舞い掲げます。今火炎の魂に舞い散れ。すまない紫、でも日陰とはどうしても決着をつけなくちゃいけないんだ。お姉ちゃん、
私もう見たくない。止めようって学院のパンツを見てニヤニヤしてるお姉ちゃんなんか、なんでだ、なんでニヤニヤしてたんだお前、何があったの。それは影に復讐した時のことを想像して、喜んでんじゃねえか。そりゃ変態だわ。もうね、ひどいね。ボクサーパンツを見てニヤニヤする女性見たくないんだけど。ほん、ちょっと待って、怖いよ。なんで額に入れたボクサーパンツ見てニヤニヤすんだよ。旗から見たらほんとただの変態だからね。シャレにならんぞ。紫弱っ。ごめんね、そのお姉ちゃんがボコボコにしたんだけどな。これも全部影のせいだ。自分のせいだろう。僕は負けられないんだ。やっぱでしょうね、僕は負けられないんだって言うと思ったよ。さあ言うよ、負けるわけにはいかないんだでしょ。認めてもらう方が嬉しいな。過去の力なんかなくても、まあね。サングラス事件、お前どんだけ事件あんだよ。ボクサーパンツ履いてプロボクサーイムって呼ばれるようになった事件と、サングラスの、お前どんだけトラウマあるんだ。ジャスミン&花火を倒せ。サングラスなんか大嫌いだ。メガネの恨み、お前恨み多いな。事件も多いわ、恨みも多いんだけど。もたもたしてる暇はない。基本的に不幸体質なのかこいつ。で何が起きたの。メガネを黒く塗りつぶされてサングラスってやられたの。いじめじゃねえか。さゆり、いやジャスミン様、一つ質問があります。ムキ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 。なんじゃ、うん、ボクサーパンツを履いた女性をどう思いますか。何、どうしたよ。変態だと思います。論外じゃ。さゆりの姿の時でもティーバックじゃぞ。もうちょっと勘弁してくれないですかね。あのババアのティーバック想像したら嫌なんだけど、ちょっと待ってくれよ。何、いつでも半蔵が襲ってきてもいいようになるの。でもあれでしょ、まあ確かに半蔵と仲いいのは知ってっけど、ねえ、半蔵多分あの毎回毎回ボコボコにされるからな。どこ行った、ザコザコ。うん、ぶっちゃけね、新ヘビジョンの中で一番使いやすいのイムさんとリョーナが使いやすいんだよな。どこまで行くのこれ。よし、これ多分プレゼントボックスのとこで出てくるかな。転身しとこう。怖いな、ここ次行かれたらあれだから、一回しんどくのもありなんだよな。しんどくこう。ちょっと、ちょっとしんどくこう。
多分これ撮ってない。早く殴ってこいよ。もうちょい。よし、あ、これいいな。多分取ってないはず。うん、取ってないよな。多分入荷されるだろう。ほら、プルプルフィニッシュ、クリスマス。新しい技をひらめいた。まあやり直しなんだけど。とりあえず新しいプルプルフィニッシュ取ったからいいだろう。ジャスミン様、一つ質問があります。なんじゃ。ボクサーパンツを履いた女性をどう思いますか。個人的な意見でいいかも。お、それ一回聞いたんだけどさ。論外じゃ。私なんかさゆりの姿の時でもティーバックじゃぞ。それはね、聞きたくなかったよ。それなのに半蔵は襲いかかってこないっつって、あのブチ切れんでしょ、うん、またなんだろう、半蔵じっちゃんボコボコにされるんだろうな。もうあの人はいつまでたってもボコボコにされそうだからな。相手にならないぞ。よいしょ。飛んでるやつ邪魔なんだけど。絶妙に隠れてやがった。いいんだけど、お前はなんで出てきた。会話に参戦してこなかったか。それはいいとして、私のサングラスがどうかしたのか。ただサングラスを見るとどうしても思い出してしまうんです。何をだ、ま、だろう、予想でやると思ったわ。思ったよ、それ。黒いマジックでやるやつね。あれ、いつの間にダメージ与えてた俺。雑魚の中に絡んでくるからダメージ与えたかどうかわかんねえんだよな、これ。いいけど。レンズをマジックで黒く塗ったんですよ。でしょうね。よさできるわ。
されてるやついたわ。間違いじゃねえわ、そんなもん。私に聞かれても知らんよ。それは知りませんけど。とりあえずここで一人倒しとかないと。これだ。ふう。雪だるまーと。これ取ったっけ？で、どれが取ったか取ってないかわかんないんだって。中心が大きくなってきたぞ。ひどいよ。僕の大事なものは僕が守ってみせる。なんだろう、復讐心かな。まあまあだな。18ぐらいになったかな。17か。あ、取ってたよ。まあでもいいだろう、確認はできた。何？油揚げ事件ってなんだよ。みやび倒せって。ハンドタオルも思い出したくない。油揚げの恨み。何？ハンドタオルないかな。メガネかけてないから見えないんだ。イムさんこれって渡されたのが油揚げでした。へへん、お前顔中油まみれって。そんないたずらされたの？そんなバカなやついるかよ。油揚げで顔でも拭いてるがいいってどういうゲームだこれ。そんなバカな。そうか、なら私も修行の相手をしてやろう。ほう。その前に一つ聞いてもいいか？なんだ？もし僕の下着がボクサーパンツだったらどうする？なんて答える？拒否る。正直に答えてくれ。頼むよ。私は人の下着に興味はない。僕の下着でもかい？何を言ってるんだお前は。それ何を言ってるんだね。ミヤビはもっともなんだけど、その後だよね。ハンドタオルどこ出てくんの？あ、来た。早っ。前掲げよう。日陰には随分とひどい目に遭わされたようだが、僕が持ってたハンドタオルがいつの間にか油揚げになってたこともあったよ。それはだ。なぜ日陰はそんなことに。僕も同じことを日陰に聞いたよ。そしたら油揚げ好きやろうって。油揚げ好きやろうで、ハンドタオルを油揚げに変えるのはおかしいだろ。恐ろしいな、日陰という女。日陰さんもバカだろ。あのね、油揚げ好きだからハンドタオルも油揚げに変えようはおかしいだろう。あの人何考えてんの、バカなの？絶対おかしいわ。このタイミング、で起き上がったタイミングでぶちかませば何度かなるか。うん、ちょうどだね。こんなことか。日陰、やはりお前のことは絶対に許さん。
これはちょっとヒカゲさん部が悪すぎだろう。僕の大事なものは僕が守ってみせる。今たったボコボコにしたけどな。大事なものボコボコにしたじゃん。ねえ、そのミヤビを倒したんだぞお前。過去の力なんかなくても